アイテム番号 SCP-280JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のため SCP-280JP を中心にサイト81を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。電子媒体専用、管理インターフェース表示、要 280JP クリアランス。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間異常です。発見時の直径は 1.1 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県山中の洞窟内で発見されました。山で発生した特殊性のない遭難者の捜索中に SCP-280JP が発見され、通報を受けたエージェントを通じて財団により存在を確認、収容が実施されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用。縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号 SCP-280JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のためSCP-280JP を中心にサイト81を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間異常です。発見時の直径は 7.4 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県山中の洞窟内で発見されました。山で発生した特殊性のない遭難者の捜索中に SCP-280JP が発見され、通報を受けたエージェントを通じて財団により存在を確認、収容が実施されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。
SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号。SCP-280-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-280-JP はその移動できない性質のため、SCP-280-JP を中心にサイト、81、を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280-JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280-JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間異常です。発見時の直径は 23.4 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280-JP は長野県。山の崩落により発見されました。崩落は安定状態にあった。山の土壌が何らかの原因でバランスが崩れ、山中に埋没していた SCP-280-JP に土壌が接触、消失したことにより発生したものと見られています。SCP-280-JP の発見直後、通報を受けたエージェントを通じて財団に存在が確認され、収容が実施されました。SCP-280-JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号。SCP-280-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-280-JP はその移動できない性質のため、SCP-280-JP を中心にサイト、81、を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280-JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。
プロトコル開始。説明。SCP-280-JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 70.1 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280-JP は長野県、山の崩落により発見されました。崩落は安定状態にあった。山の土壌が何らかの原因でバランスが崩れ、山中に埋没していた SCP-280-JP に土壌が接触、消失したことにより発生したものと見られています。SCP-280-JP の発見直後、通報を受けたエージェントを通じて財団に存在が確認され、収容が実施されました。SCP-280-JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号。SCP-280-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-280-JP はその移動できない性質のため、SCP-280-JP を中心にセクター、81、を建設します。サイト、81、を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280-JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280-JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 208.2 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280-JP は長野県、地方の山間部消失という大規模災害により発見されました。SCP-280-JP がどのようにして出現したかは判明していません。地方周辺は火山性有毒ガスの群発地域に偽装され、SCP-280-JP の縮小プログラムが開始されました。プログラムは有効に作用し、SCP-280-JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280-JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、
縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号 SCP-280JP オブジェクトクラスユークリッド、セーフ特別収容プロトコル。 SCP-280JP はその移動できない性質のため、 SCP-280JP を中心にセクター81を建設します。サイト81を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。 SCP-280JP の利用を希望する職員はサイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。 SCP-280JP は直径 0.7m、 今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 209.1m でしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県地方の山間部消失という大規模災害により発見されました。 SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。地方周辺は火山性有毒ガスの分発地域に偽装され、 SCP-280JP の縮小プログラムが開始されました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号、SCP-280JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、セーフ、特別収容プロトコル。SCP-280JP はその移動できない性質のため、SCP-280JP を中心にセクター81を建設します。サイト81を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280JP は直径 0.7m。今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 607.3m でしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県地方の山間部消失という大規模災害により発見されました。SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。
地方周辺は火山性有毒ガスの群発地域に偽装され、SCP-280JP の縮小プログラムが開始されました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号。SCP-280JP。オブジェクトクラス。ケテル、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-280JP はその移動できない性質のため、SCP-280JP を中心にエリア、81、に指定します。サイト、81、を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間異常です。発見時の直径は 1762.9 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は当初日本の国土のおよそ%に食い込むようにして存在していました。SCP-280JP は古来より時空間の歪みとして民間人にも広く認知されていましたが、1900年、財団による管理及び指示の下で、公的には日本政府により対策プログラムを実行しました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。また SCP-280JP は特性と危険性が明確であるにもかかわらず、なぜ現在まで有効な対策が取られてこなかったか、論理的説明がつかないことから、現実改変の産物である可能性が示唆されています。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。
アイテム番号 SCP-280JP オブジェクトクラスケテル、政府特別収容プロトコル。 SCP-280JP はその移動できない性質のため、 SCP-280JP を中心にエリア81に指定します。サイト81を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。 SCP-280JP の利用を希望する職員はサイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。 SCP-280JP は直径 0.7m、 今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 6877.7m でしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。 SCP-280JP は当初日本の国土のおよそパーセントに食い込むようにして存在していました。 SCP-280JP は古来より時空間の歪みとして民間人にも広く認知されていましたが、1900年、財団による管理及び指示の下で公的には日本政府により対策プログラムを実行しました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。また SCP-280JP は特性と危険性が明確であるにもかかわらず、なぜ現在まで有効な対策が取られてこなかったか、論理的説明がつかないことから、現実改変の産物である可能性が示唆されています。SCP-280JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号、SCP-280JP、オブジェクトクラス、ケテル、政府、特別収容プロトコル。SCP-280JP はその移動できない性質のため、SCP-280JP を中心にエリア、81、に指定します。サイト、81、を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280JP は直径 0.7m。今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 26,824.4m でしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。
SCP-280-JP は当初日本の国土のおよそ、%に食い込むようにして存在していました。SCP-280-JP は古来より時空間の歪みとして民間人にも広く認知されていましたが、1900年、財団による管理及び指示の下で、公的には日本政府により対策プログラムを実行しました。プログラムは有効に作用し、SCP-280-JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280-JP がどのようにして出現したかは判明していません。また SCP-280-JP は特性と危険性が明確であるにもかかわらず、なぜ現在まで有効な対策が取られてこなかったか、論理的説明がつかないことから、現実改変の産物である可能性が示唆されています。SCP-280-JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。アイテム番号。SCP-280-JP。オブジェクトクラス。ケテル、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-280-JP はその移動できない性質のため、SCP-280-JP を中心にエリア、81、に指定します。サイト、81。を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280-JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。管理担当者専用、縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。説明。SCP-280-JP は直径 0.7 メートル。今現在の球場の時空間以上です。発見時の直径は 104,616.6 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280-JP は当初日本の国土のおよそ、%に食い込むようにして存在していました。SCP-280-JP は古来より時空間の歪みとして民間人にも広く認知されていましたが、1900年、財団による管理及び指示の下で、公的には日本政府により対策プログラムを実行しました。プログラムは有効に作用し、SCP-280-JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280-JP がどのようにして出現したかは判明していません。また SCP-280-JP は特性と危険性が明確であるにもかかわらず、なぜ現在まで有効な対策が取られてこなかったか、論理的説明がつかないことから、現実改変の産物である可能性が示唆されています。SCP-280-JP は物質、電磁波、音、光など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、
現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。管理担当者専用、縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。プロトコル開始。Item number SCP-280-JP。Object Class Special Containment Procedures. Owing to the immobile property of SCP-280-JP, the place centered around SCP-280-JP has been designated as Area. Site 81 has been erected around Area. SCP-280-JP is to be contained in place at Area inside a vacuum chamber without light and to be enclosed by a Faraday cage.SCP-280-JP's containment area is to be kept securely locked, and civilians are not allowed within SCP-280-JP's containment area. The staff wishing to conduct tests involving SCP-280-JP should submit a formal request to the site director. Only for custodian. When you initiate the seawater injection protocol for retrenchment, please press the following button.Initiate the protocol. Description: SCP-280-JP is space-time anomaly which has a diameter of 0.7 meters as of 4/6/2016. It had a diameter of 408,007. 4 meters at time of discovery, due to the measures of foundation after containment, currently it has been reduced to a size of diameter of 0.7 meters. SCP-280-JP is hovering over the Zipangu Island of the People's Republic of China, located directly over 36 degree 39 and 138 degree 10 E at an altitude of km. There is an orbicular hole in the island, it appear to had been dug by SCP-280-JP at the time of discovery.Sluices were built on the island and SCP-280-JP has been kept at unmanageable size due to seawater injection. SCP-280-JP has feature that will disappear matter, electromagnetic wave, sound, light and whatever touched SCP-280-JP. Follow-up actions about disappearing matter have been as of yet unsuccessful.SCP-280-JP reduce its own diameter by a size of disappeared matter. Additionally, SCP-280-JP react to air and electromagnetic wave, therefore, SCP-280-JP's containment area have to be a Faraday cage without light and air. SCP-280-JP allows cutting operations in defiance of matter hardness.By permission from the site director, experimentations and cutting operations will be available. Only for custodian. When you initiate the seawater injection protocol for retrenchment, please press the following button. Initiate the protocol. Item number SCP-280-JP.Object Class Special Containment Procedures. Owing to the immobile property of SCP-280-JP, the place centered around SCP-280-JP has been designated as Area. Site 81 has been erected around Area. SCP-280-JP is to be contained in place at Area inside a vacuum chamber without light and to be enclosed by a Faraday cageSCP-280-JP's containment area is to be kept securely locked, and civilians are not allowed within SCP-280-JP's containment area. The staff wishing to conduct tests involving SCP-280-JP should submit a formal request to the site director. Only for custodian. When you initiate the seawater injection protocol for retrenchment, please press the following button.
Initiate the protocol. Description: SCP-280-JP is space-time anomaly which has a diameter of 0.7 meters as of 4/6/2016. It had a diameter of 159.1229.3 meters at time of discovery, due to the measures of foundation after containment, currently it has been reduced to a size of diameter of 0.7 meters. SCP-280-JP is hovering over the Zipangu Island of the People's Republic of China, located directly over 36 degree 39 and 138 degree 10 E at an altitude of km. There is an orbicular hole in the island. It appeared to have been dug by SCP-280-JP at the time of discovery. Sluices were built on the island and SCP-280-JP has been kept at a manageable size due to seawater injection. SCP-280-JP has feature that will disappear matter, electromagnetic wave, sound, light and whatever touched SCP-280-JP. Follow-up actions about disappearing matter have been as of yet unsuccessful. SCP-280-JP reduce its own diameter by a size of disappeared matter. Additionally, SCP-280-JP react to air and electromagnetic wave, therefore, SCP-280-JP's containment area have to be a Faraday cage without light and air. SCP-280-JP allows cutting operations in defiance of matter hardness. By permission from the site director, experimentations and cutting operations will be available. Only for custodian. When you initiate the seawater injection protocol for retrenchment, please press the following button. Initiate the protocol. Item number. Object class. Special Containment Procedures. Description: 6205795.8. Item Number. Object Class. Special Containment Procedures. Description: 24202607.9. Item Number. Object Class. Special Containment Procedures. Description: 94390173.0. ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。